ローリングスのクラブホルダーめちゃくちゃ売れてるらしいんですよね。売れないんで、これ分かります？ここが、まあ、もしかしたら手口を締めてるから。どうもワンちゃんです。今日はですね、新しく買い物をしたんでちょっとお届けしたいと思うんですけど、これがこちらです。じゃん、ローリングスのグラブホルダー。これね、結構 SNS で話題でめちゃくちゃ売れてるらしいんですよね。はい、こちらローリングスさんから出てるグラブホルダー、これね、 WBC の大谷選手の影響で草野球人に今とても人気で爆売れ中とのこと。このようにグラブに引っ掛け、バックパックにかけたり、トートバッグにかけたりなど、いろいろな使い方が可能で、僕も気になって、今回買ってみました。スミレスポーツさんで買いました。これね、多分人気になったっていうか、まあ、皆さんが気になったきっかけは多分 WBC の大谷翔平選手がリュックにグローブをかけてる写真とか映像あったと思うんですけど、多分まあそこから皆さん気になったんではないでしょうか。僕もその一人です。で、この音を聞いてもらうようにシリカゲルが入ってるんですよね。ここ乾燥剤が、これね、結構買う前は分からなかったんですけど、乾燥剤入ってて、で、カラビナで、ここがグローブ止めるあれですね。ちょっとつけてみます。これね、ファイヤーズ、ピッチャー用のファイヤーズにちょっとつけてみたいと思います。こういう感じでこう入れて、こんな感じですね、カチャッとして、で、これで吊るすという感じなんですけど、まあ、ちょっとキャリー系のカバンなんで、ちょっとやってみます。ちょっとつけてみたいと思います。ワンチャンネル、これで、でもね、グラブの形成もいい感じですね。いい感じ、ここを調節できるんで、多分少年野球のグローブも、まあ、キャッチャーミットとかもいけるんではないですかね。で、しっかりね、このカラビナ結構頑丈です。とこのプラスチックもここも太いんで、カバンつけてる時に落ちたりは心配なさそうではあるんですけど、ちょっとつけてみます。まあ、僕やったらここですね。で、ちょっとこれ太いんで、この元からついてるカラビナに引っ掛けたいと思います。はい、こんな感じ、こんな感じでこういくと、これでも結構いいんちゃう。で、なんかこれのメリットは、まあ、移動しながらグローブも乾燥できる。で、まあ、カバンに入れたくない人とかは、まあ、ここでね、グラブの形を保ちながら移動できるっていう感じです。結構いいんじゃないですか、これ。いい感じ。まあ、もし気になる人は、この、まあ、ごつめのカラビナそんな高くないと思うんで、まあ、買うのもありかもしれません。けど、まあ、全然こうやってもずれないんで、個人的にはこれでいけそうな感じはありますね。いい。これ分かります？ここが、まあ、もしかしたら手口を締めてるからかもしれないんですけど、ここがね、入らない。シリカゲルがでかすぎて、ここが入らないっていうのがちょっと起きました。これが、もしかしたら俺が手口を締めてるから入らへんっていう可能性はあるんですけど、まあ、こういうちょっとね、シリカゲルが出がちみたいな。ただまあ、俺は気にならないんですけど、まあ、しっかりハマるって思ってる人は、まあ、ちょっと嫌かもしれませんね。シリカゲルってこれ量減っていくんかな、このままなんかな。無理やり入れるとちょっと手口、このバンド部分が広がりそうな感じはあります。なので、まあこれね、ちょっと手軽でコスパも良くていいんですけど、まあ、ここだけ購入する人は、まあ、許容できるかどうかっていうところはあると思います。手口部分締めてない人はもしかしたら普通に入るんかもしれないですけど、まあ、僕のマーゴとかも、まあ、マジスタついてますし、手口部分もちょっとタイトな設計やし、まあ、これも自分で詰めてるんで、まあ、これが影響してる可能性もあるんですけど、まあ、それにしても、まあ、こうやってね、
ちょっとリュックとかにかけながら、まあ、移動するっていう、あの、大谷翔平選手のように、ちょっと、まあ、おしゃれなのか。まあでも大谷翔平選手のやつを見る限りおしゃれ。なので、まあ、僕的にはね、別にそこまで気にはならないから。で、この、まあ、こう引っ掛けて、吊るしても、バンド部分は変形はしないんで、あとその、まあ、引っ掛けてるうちに、この辺が、裂けてきたら嫌ですけど、まあでもしっかり、プラスチック部分も、ごついですし、このカルビナーも、まあまあ、まあ、僕はこのごっつい系つけてますけど、変えようと思ってるんですけど、まあその辺はね、耐久性とかは、ちょっと大丈夫かなと、思いますので、まあもし、皆さん購入する際は、まあ一応概要欄に貼ってますので、購入されたい方は、ぜひそちらから買ってみてください。チャンネル登録よろしくね。はい、ということで、今回は、あの、ローリングスのグラブホルダーの紹介でした。結構ね、値段的にも、2000円いかんぐらいやったと思うので、まあこうちょっとね、草野球行くのに、まあリュックにつけたりとか、まあ手に持ちたいタイプ、カバンに入れたくない人も多分いると思うんですけど、でもなんかね、結構ね、めちゃくちゃ売れてるらしいので、気になる人はぜひね、早めに購入をおすすめします。売り切れたり、してるみたいですね。はい。ということで、今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お気に。はい。ということで、今回は、グラブホルダーの紹介でした。皆さん気になる人はね、早めに、ぜひ、購入ご検討ください。そして、もう使ってる人、どんな風に使ってるか、ぜひコメント欄で教えてください。